沖縄卒業公演が終わって、そう今日はそうですね、配信しております。ちょっとインスタグラムをさ投稿したくてさ、書いてて先にさ投稿してもいい？今更やけど開始から見てるの初めてだって。あ、確かにいつもね遅れて見に来てくれてたけど、そう昨日めっちゃコール大きくて、これ言うのもあれなんですけど、花さんが言ってたように初日から始まって一番大きなコールだったと思います。なんか今もびっくりしました。もうみんな裏でびっくりしてて、そう嬉しかった、ありがとうございます。ちゃんと聞こえてました。そうだよね、もう。昇降室から6期生とサイムラがスマホのライトつけて振ってたそうで、あ、見えてたんよ、それが。そう、ちょうどアンコールの時かな。昨日ピナちゃんのお茶見えてたかな？え、見えてたよ、めっちゃ大きかった、あの一段も見えてたよ、ことちゃん。明日お手紙書いて日曜までに劇場に持っていきます。今日お伝えでずっと便箋なんでた。ピナちゃんの卒業記念グッズ2種類ポチりました。うわ嬉しい、ありがとう。ひなもまたね、告知っていうかツイッターの方で宣伝させていただこうかなと思ってます。
卒業パートの選曲最高でしたって。え、だよね。ひなもうさ、 あの AKB のあの時代のあのともちんさんが本当に一番大好きで、今でも神推しでたくさん応援してたんですけど、その時が一番好きですね。 Give Me Five とか First Love なんか候補でいっぱい出てたんですよ。私たちのリーズンとかも好きだし、永遠プレッシャーとかも好きだなとか、あと一番最初はあの桜の木になろうとか入れてみようかなと思ったんですけど、多分しんみり終わるのはひなっぽくないなと思って2曲とも明るい曲にしました。そう、ファーストラビットなぁ、マジで好きなんだよなぁ。ひなが初めて、ファーストラビットはひなが初めて買ったアルバムに入ってた曲なんですよ。あの、なんだっけ、なんとかなんとかなんとかメートル。1830メートル。昨日も最高に素敵な卒業会でした。ピナちゃんのこと思ってたより好きって改めて実感したって。うん、ありがとう。笑い袋、保存用と持ち歩きを購入しました。4パターンの笑い声入ってるんですかって。そうなの、ちゃんと笑い声を取ったのでみんな結構なんかそういう笑い声のやつを出してほしいみたいなことを結構なんか前から言ってくださってて、5と5期かけてたの偶然だって。え、それは偶然、普通に Give Me 5の歌詞が好きで5期生でやろうって思いましたね。そうなんよね。今日何が候補出てたかな。いや、最後のドアとかもあのともちんさんの卒業曲もあのプレイリストに入ってるぐらい好きで、曲がね普通に。とかあとは何が入ってた。
マイしか向かねえも好きなんよね。マイしかママと話してて最後のドアめっちゃいいよね。本当にヒナ好きなんだよね。あの M ステのドアがあって、ドアをこうステージに置いてあって、見てたもんヒナ、あれリアルタイムで。十分幸せは候補になかったですね。うん、 AKB の曲しかなかった候補には。継続するのはツイッター、チャット、インスタなのかなって。一応まあでも多分ツイッターはあんまり使わないかもです。うん、土地が公演の感想弟くんに聞いたのだって。あ、感想というか、まあなんかママが言うには、ママがお姉ちゃんすごいやろって弟に言ったら、うん、びっくりしたって言ってたみたいな、そんな感じ。なんかであんまりひなに直接そうやって言ってこないんですよ、直接。でもなんか公演が終わった後パッて LINE 見たら、弟からあの LINE ギフトが届いてて、スタバのドリンクとフードの。え、かわいいと思って、5年間お疲れ様って書いてて、いやー弟ーみたいな、もうマジでかわいいと思って、もう本当にね、もう弟愛がすごいと思う日だって。マジでかわいい、本当に本当に。そう、そうなんよ、ほんとに。弟くんグリーンのシャツ似合ってました。弟緑が好きだから、あのシャツは一緒に買いに行ったんですよ。ママと弟とひなで買いに行って、ひながお家に帰るたびにいつもそれ着てる。いつも着てる。結構弟はよく公園、ひなの生誕祭とかもよく見に来てくれてて、初期の頃から。だからひなメンバー、まあ同期が多分一番弟見たことあると思うんですけど、背高くなったねって言ってた。ひなよりちっちゃかったのに今めっちゃ伸びてて、172とか4とかあるんじゃないかな。くしゃみが出た。そう、早く杉のホテルに行かなきゃ。そう、まるちゃんが来てくれてたんですよ。本当にもう本当にマジで本当にやばい、もう好きが溢れました。すげえかっこいいネックレスしてた気がするけど、俺あれ欲しいだって。どこで買ったんやろうね。なぜか今日は朝から目腫れてるんやけど、だってそれはもう昨日最前でさ、めっちゃ泣いてたの日の見てたし。泣いてんなーって思いながら。そう、ロッキーちゃんも見に来てくれてて、エグココと
ひなの妹ちゃんのカレンレンとイクノちゃんとさあちゃんはちょっとだけ見に来てくれてて、うん、でヒーローも出てくれてたし、そうなんですよね。寒いこの部屋、温度は下げたつもりなんだけどね。ね、寒すぎてさ鼻水出てくるんだけど、ちょっと切るか、切った、寒い。みやちゃん、いくのちゃんと話せるの？話せるわ全然話せるわ。鬼で泣いちゃったからね。で、そう、鬼への人生マジひなかびってるよね。もう、うん。エミハンとアオちゃんと最後にね、ユニットやりたいと思って。みんなの予想は多分外れた気がする。予想してなかったと思う。いや、そうなんよ。もうどん兵衛も面白かったし、なんかもうそう、昨日人生で一番泣いたかもしれんって。本当？そうだよね、エブクルピナでおにゅう、それが一番多分予想が多かったと思います。そう、いぶきとはユニット、いぶきがずっとユニット一緒にしたいって言ってくれてて、二人でね、でパレドラで手もどもやろうって思って、なんか普段ありがたいことに天使の尻尾のセンターをね毎回やらせていただいてたので、そうだから天使の尻尾のセンターじゃなくて最後いぶきとねやろうと思って、そうやったから、卒業公演はそうあおちゃんとえみはんとやりました。そう、そうなんよ、おにゅうは青だけどセンターポジ、そう、それ青色でセンターポジしてるのってあんま珍しいじゃないですか。で、いいのあんまり見たことなかったからやってみようと思ったのと、きな今まで多分ひなだけかな、おにゅうしかここ点でやったことないんですよ、ユニットね。ずっとおにゅうのポジションで青色してたから、それだったらもう青の衣装を貫こうと思って、自分の衣装だし、そうだから、そうやりましたね。
楽屋に貼ってる写真で一番おもろかったのは、なんかメイクさんがひなの写真いっぱいバーって劇場内に貼ってくれてたんですけど、それを自分のひなの顔だけこう切り取ってワッペンみたいにこうつけてたんですよ。それをまるちゃんが継承して、それをつけてずっと写真撮ってくれてました。そう、青好きなんよ。でもなんかピンクと紫が好きなんだけど、似合うのは水色とか青系が多分似合うっていうのはそう自分で分かっててそでもそうそう、買ったのに食べきれなかったらアラームで起きれないの。お姉ちゃんと一緒だから、みなちゃんの扱いうまい、自信あるって。あーマジで、じゃあもうこれからやってもらおうかな、ことちゃんに。パーソナルカラー何だって。ひなさ行ってみたいんだよね、パーソナルカラー診断みたいな。でも多分ひなイエベなんよ、ブルベじゃなくてイエベなんやけど、そうそう、なんかひなの知らぬ間に暴露大会みたいになってたらしくて、いろんな暴露されててびっくりした。森のくまさん、くまちゃんのギフトありがとうございます。でも本当にね、ひなさ、そのりなちとかさ、なんかいろんな同期とか、特に初期の頃の話、自分の話を聞くんだけど、本当に最低野郎で、ひなが初期の頃もうガキすぎて、約中学2年生ぐらいの時はね、もうマジでガキンチョで、へいな、そんなこと言ってたのって思ってて、うん、びっくりびっくり、ひなもびっくり、そんなこと言ってたなんて。だから HKT に入ってなんか性格がガラリと変わりました、本当に。うん、水回りびしゃびしゃの話。ああ、りなちとひじりはそうね、結構名前順で2人部屋とか同室とかが多かったから、ひなりなちとかが多かったんですよ。でりなちとひなって結構なんか最初の方はあんまり仲良くなくて、多分話を聞いてたら分かってたと思うんですが、バチバチでなんかもう姉ちゃんと妹みたいな感じで、今日姉妹喧嘩みたいな感じで、すごいバチバチでいろいろなんか言ってたらしくて、その時に、そうそう、そうユニットバスのカーテンもちゃんとね、その中に入れるようになった、なった。ひなんちはびしょびしょじゃないですね。そう、でもびしょびしょにされるとめっちゃ嫌なタイプ、拭
けようってなっちゃうから、多分その初期のちっちゃい時は多分それがひなだったんだろうなと思う。そう、そういびき毎回ひなの部屋来るんですよね。そう、なんか比較的、あ、じゃあトランプしよう、ウノしようってなった時にひなのお部屋に集まりがちだなと思う。そう、じゃあひなんちでお風呂上がったら行くわみたいな。そうなんよね。かぶせ外し動画見ました。寂しさが込み上げてきたようだ。うん、そう、朝弱いの夜行性ってこと。正解。ひな夜行性なの。めっちゃ夜は結構起きてられるんですけど、そうだから夜に唐突に、あ、これしてみようって言って始めて、朝方寝たりとか、もう意味がわからないみたいな。そう、そうなんよ。今日はメンバー泊まりに来ないですね。今からもう荷造りして、明日が東京でお話し会になるので、ひなは今日はすぐお風呂入って、明日朝も早いので荷造りして寝ようっていう気持ちです。そう、てかさ、思ったけどさ、皆さんさ、メッセージカードもらった？もらってないのかな？あ、よかった。よかったよかった。うん、ならよかったです。字が可愛いです。いや、字ひな自分の字好きじゃないのよ。かといって可愛く書こうとしても難しくてさ、めっちゃ言われる。字めっちゃ可愛く書きそうなのにって言われる。そう、今までピナカツの会巡りしてたけど、これからどうしようだって。あ、大丈夫大丈夫、これからも続けるから。昨日の卒業公演さ、公演の書いている途中なの今。
ピザ飲み部も引き続き続けますね、だって続けてください。あれファンの方のあのストーリーで見ました。タグ付けしてくれてたから見たらめっちゃね、たくさんの人で飲み会してて、ピナのね卒業公演終わり、もう嬉しい気持ち、あんなに仲良くなってて。グラスの写真ある？だってインスタグラムにねこうやって載せたって もう一回公演するなら何公演がしたい？だって、ここ点ここ点ここ点ノーパラね、確かにノーパラも好きだな。ココテンの衣装も好きだし、なんかなんかね、ひなあの白い衣装が好きなよね、中盤の。そう、そう、初めての星の衣装あれね、見たことある。カチューシャなのね、ひなの衣装って。カチューシャの髪飾りなんだけど、もうひなのが一番可愛いの。まあ自分で言ってるだけなんだけど、そうでもひなのが一番可愛いって思ってるぐらい、そうあれお気に入り。だからエミハンに継承しようって思って、この間あのエミハンこれつけてくださいって言ったら、つけたいって言ってた。エミリーハンってマジで可愛い、本当に。ドレスはなんかもうドレスがすごいねバタバタしてて、最初ピンクにしようと思ってピンクお願いしてて、そう、そしたらなんかベージュっぽくなっちゃって、で、あー合わないかもねってなって、衣装さんがたくさん探し回ってくださって、で、そうで白に行き着いて、白の方が写り良くなるよねって衣装さんが言ってくれてたから、そう白の衣装にして着てみたらタイトすぎて、ピナは絶対にミニっぽいちょっとふんわりしてる方が似合うと思うんだけどねって言ってくれて、ひなの希望に沿って切ってくれたの、あるワンピース。本当は本当に超ロングでもう本当にワンピースって感じだったんだけど、そうバスリバスって切って後ろ長くしてパニエ入れてくれたりとか、もうなんかひなだから昨日初めて見ました。一晩とかで衣装さんが作り上げてくださって、そうでピンクが良かったのに希望に添えなくてごめんねって言ってくれたから、ピンクのリボンとか鼻冠もピンクにしてくれて、なんかもう意味がわからないぐらい本当に優しくて、そうカズスマイル花束のギフトありがとうございます。
森の熊さん、ハートの言う人ありがとうございます。そうなんよ、本当に衣装さんってすごい。お前切って切っちゃったとか言いながらめっちゃ可愛くなってるし、もう、はあ、すごいすごい。え、そうそうそう、あの早着替えしてる時にね、その卒業 V が流れてる5分間で早着替えしなきゃいけなくて、そう、その時にあのひながめっちゃ慌てちゃってメイク直ししてたんよ。そしたらあおちゃんがドライヤーっていうか、その涼しいドライヤーの風で乾かしてくれて、ひなのことを。で、ありがとうございますって言ってたら、今度エミーハンがあおちゃんの乾かしてるんよ。もうそこでもなんかすごい、なんかもうなんていうの、まあ警報って優しいなって思った、本当に。いぶきのピナの好きなところ、笑い方豪快なので手だけお上品に笑った。ああ、ひなも裏で聞いてて何言ってんだと思ってたけど、確かにあの手は確かにね、ここにいつもあるわ。てるさん、ハートの言う人ありがとうございます。そうなんよ、ゴキちゃんがねノーパンの時の制服着てて、と思った、懐かしい。やばくなかった、卒業部顔変わりすぎてない、大丈夫？ひなも何があんなって今なったのかわからないんだよね。でもね、確かに徐々に徐々にメイクが上手くなっていってるんよ、なんかね。昨日の髪型は、いや結構なんか悩みました。本編絶対下ろしてたら暑いよなってなって、ポニーするか、いやでもパジャドラでサイドポニーしたわって思いながら、いやアイドルだけツインするか、いやでもツインしたら卒業ブロックで下ろすのがね、肩ついちゃって大変だなと思って、まあずっとね、あのヘアアレンジできるようになってハマってた、ここに三つ編み垂らしておろしのやつにしました。メイクは独学ですね、誰にも教わらないですね。常にひないつも DMM 配信見るんですよ、声終わった後自分の。だから、あ、次、あ、ここちょっとあれだなと思ったやつは次の公演でなんか足してみたりとか。あの髪型ひなのしてきた中で一番好きなやつだって。え、マジ？嬉しい。今日めっちゃまつげ綺麗じゃない？ひなぴよプリンセスお気に入りなんで、そのままアイコンにしてても大丈夫かな、著作権とか大丈夫かなって。いや大丈夫大丈夫。
髪色似合いすぎよ、だって。え、嬉しい、めっちゃ。ひなちゃんが最高の匂いしすぎてもう匂い作るのやめましたって。さくらさん卒業公演より泣いたようだった。ありがとう。何時から配信したっけ。よし、メールも書かなきゃいけないからもうちょっともう終わるかな。今日はね、ちゃんと送りたい、本当に。昨日泣いたら泣きすぎてお見送りで声かけきれなかったの心残りだって。あ、いや大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。イベチギリさん、ハートのギフトありがとうございます。そういえば自己満で動画作ったんだけど見てくれたかなって。あ、見たよ、なんかインスタグラムのストーリーで。ありがとう。よくさ、たくさんああやって動画見つけてきてるよね、すごい。愛知がメールで定期的に遊びたい子だって、だって。誘ってって言ってて。ファンの方を通して言うっていうね。はい、終わろうかな。なんかお腹空いてきた。どん兵衛食べようかな。もう昨日も食べた、昨日も食べたって。どん兵衛特盛りしかないわ、絶対にさ。一人では食べれないよね、絶対。
キツネじゃないかな、赤いキツネじゃなくて緑のタヌキ、緑だ、リンゴにハーツにギフトありがとうございます。関東のどん兵衛食べたい、味違うっていいよね。緑お蕎麦だっけ、あれパッケージ緑じゃなかったっけ、紺色、あれ普通のどん兵衛です、普通のどん兵衛。森のくまさん花束のギフトありがとうございます。どん兵衛の緑キツネです、あれそうあそうあれそうだそうだね。愛知に伝えたよ、自分から誘うタイプじゃないけど誘いますだって。あ、今愛知ショールームしてんの、いやー愛知ー愛知カップ焼きそば好き好き、でもあんま食べてないかも最近。こんなにひなと仲良くなると思ってなかったなーって。そうだよねペヤングより一平ちゃん派です、わーいいね、でもみんな UFO だな、多分 UFO だな。あ、見たよ東京リベンジャーズ、イオちゃんとイオリと見に行きましたよ。公開して2日か 2,3 日後とかに行きました。そう、この間はねリミカ、前編の方はリミカと見て、後編はイオちゃんとこの間見に行きました。マジで感動してて、もうイオちゃん隣でうるうる来ちゃってて。そう、そう、映画イオちゃんと見に行くことマジで多いんだよね。また一個見たいのがあってお互い一緒だったから見に行こうねって言って、ビラビラビラっと受け継いだまわなくて大丈夫だって、いや大丈夫だね、ちょっとひなで終わらせたいかもそうそうしんたんたんさん星のギフトありがとうございます。ひなんかめっちゃ眠たくなってきた、またやもう。でも今日は書いてメールを送ります。さっきちょっと仮眠したから大丈夫。ガオさん花束のギフトありがとうございます。フライ袋買って寂しい時それきっと元気出すねだって。うん、元気出してね。
よし、じゃあひなは今からメールを書くので。そうね、確かに。メール来たら即返信書きますってお願いします。昨日がひなに会う最後の最後とか、未だに信じられんだって。そうだよね、ひなもね、時間ないもん。多分卒業しても活動最終日が過ぎてもまだ時間なさそう。なんか自分が出てない公演とかコンサートとか見ると時間するんだろうなって思います。でもチャットも続きますし、そうなのでチャットは見てほしいなと思います。ではランキング見ますね。1位から13位まで。1位ターさん、2位サイコヤマさん、3位ツルさん、4位コムさん、5位ハッピーさん、6位森のくまさん、7位ヘイチョウさん、8位カズスマイル、9位ナイアガラさん、10位シンタンタンさん、11位平野さん、12位雄大、13位ひなのに寝技かけられたいさん、そして1407人の見に来てくださった皆さん、ありがとうございます。はい、また活動最終日の日にショールームができたらやりたいと思うんですけど、ありがとうございます。インスタグラムも先ほど投稿したので、ぜひ見ていいねとコメントもお待ちしてます。バイバーイ。